赤湯温泉は山形県南陽市にある温泉。赤湯駅の東、吉野川と国道13号の間に温泉街が広がり15軒の旅館が存在する。共同浴場は4軒存在する。赤湯元湯、東湯、とわの湯、えぼの湯である。これらの共同浴場は定休日が異なる形で決められており、いずれかの浴場に通うことで温泉に入浴することが できるようになっている。いずれも入浴料金が100円で共同浴場の管理組合では汗をかいたら缶ジュースより安い温泉浴場へというキャッチコピーを宣伝に用いている。源泉地には陰泉場、足湯も存在する。平家湯は約900年前、源、義家の弟、源義綱が発見したとされる。家臣たちがこの温泉で傷を癒した際、 傷から出たちでお湯が真っ赤になったことから赤湯と呼ばれるようになった。共同浴場のお湯は1312年に工房大師によって開かれたという伝説を持つ。江戸時代は米沢藩の当時場として栄えた。また藩主専用のご天湯も設けられた。完成11年には米沢藩生史の上杉成里佐田が要祖父で 元藩主の上杉春則と共に当時に来ており、また、文政2年には当時隠居していた春広の中部省が再発したため、同じく隠居で洋父の春則と共に当時に来ている。共同浴場とはの湯は1943年に開設された。とはは昭和18年の18のに由来する。ありがとうございます。